また、激しいドラマができるように、また激しい仕事ができるように、頑張っていこうと思ってますが、今回はまた全然違うけど、その感動的なステージをやる自信がありますので、今日皆さん集まっていただいてありがとうございました。